はい、こんにちは。ネイチャートラファーの林です。まあ、今日はですね、早朝におすすめな F 値っていうことで、まあ、今からですね、朝の撮影を行っていくんですが、まあ、特にこれから夏に変わって、まあ、湿度が上がって、まあ、写真的には、こう、グラデーションがかった写真とか、まあ、霞がかった写真っていうのが結構多くなってくると思います。まあ、そういった時にどういう設定を撮っていいのかっていうのを、まあ、今からですね、ロケで撮っていこうかなって思います。で、その前に初めて僕の動画を見る人も多いと思うので、僕はどういう写真を撮ってるのかっていうのは下の概要欄にインスタグラムを貼っておくので、ぜひ見てみてください。またオンライン写真サークルでは僕は写真をアドバイスしたりとか、いろいろ作品のテクニックも掲載しているので、興味ある人はそれも下の概要欄からぜひご参加ください。それではですね、まあ、早朝のおすすめの F 値っていうことで、まあ、頑張って撮っていきます。はい、北海道はですね、もう完全に夏に入ってきました。で、この時期はですね、もう朝2時を過ぎてくると、北海道はかなり明るくなってきて、まあ、3時頃ぐらいにはもう撮影地に向かって車を走らせています。で、今の時期のビエフラノはこういう感じになりますね。まだちょっと暗いんですが、もう麦が一番育ってきて、写真を撮るにも適している時期になります。最初に夏の早朝の F 値の結論として、暗い時は F11 で、で、明るくなってきたら16まで絞り込むっていうところですね。まあ、それで最初に撮る設定はこんな感じでいこうと思います。まあ、シャッター速度が 0.4 秒で、今言った F 値11の ISO 400で、まあ、こういう感じの景色のところをですね、切り抜いて綺麗に撮影していきます。まあ、今ね見た写真も結構良かったと思うんですが、まあ、夏の時期はですね背景がどうしても霞んでしまうので、まあ、ピントを決める位置をですね結構シビアに決めないと、まあ、こういう風景を綺麗に撮るっていうのは、まあ、なかなか難しいんですよね。まあ、少しね明るくなったんですが、まあ、こんな感じの設定でもう2カットぐらい撮っていきます。この時期はですね、明るくなるまでしばらく時間がかかるので、他にもですね、被写体を見つける時間があります。まあ、そこで見つけたのがこんな感じの景色になりますね。まあ、黄色い木枯らしの花が一面に咲いている場所になります。まあ、そこにですね、光が差してきて、非常にいい条件が整いました。まあ、まさに北海道っていう感じの景色ですよね。まあ、そこをこういう感じの設定で撮っていきます。シャッター速度が320分の1で明るくなってきたので F は16まで絞って ISO は200になります。まあ、そしてですね、ハーフ ND を上側に少しかけて撮ります。こういうね、絶景に巡り合える朝は本当に撮影が楽しいですね。まあ、他にもですね、まだいい場所があると思うので、まあ、少し移動してみます。太陽が出てしばらく経つので、朝もやが濃くなってきました。まあ、これも立派な被写体になりますね。それらもですね、少し撮影をしていきます。
そして黄金の時間帯がやってきました。まあ、ちょうどいい逆光が麦に差し込んで、まあ、ものすごく綺麗な状態になっています。まあ、それをですねこんな感じの設定で撮っていきます。まあ、シャッター速度が320分の1 F16 ISO 400で、まあ、ここはですねホワイトバランスは曇りで撮っていきます。で日が出てから1時間半ぐらいしてくると、まあ、気温も上がってきて、まあ、空気の霞も濃くなってきます。まあ、大体いつもですねこれぐらいの時間帯になったら朝の撮影は切り上げて一旦休憩に戻るっていう感じに僕はいつもしてますね。はい、家に戻ってきました。まあ、この日はですね絶景日和だったので、まあ、いい写真がたくさん撮れました。まあ、夏の時期っていうのは、まあ、このように、まあ、湿度で霞がかってる日が多いんですよね。で最初に撮ったこの作品も、まあ、幾重にも丘が重なっているんですが、まあ、背景の稜線の方はもうほぼ消えかかっているような状態になります。で夏は、まあ、湿度の影響で、まあ、コントラストが薄くなりがちなので、まあ、作品を撮るには、まあ、結構難しいシーズンでもあるんですよね。まあ、ただ霞がかってるからといって無理やり色をつけたりとか、まあ、コントラストを現像で出すんじゃなくてありのまま撮影して、まあ、この薄さもそれは夏の良さだと思って作品を作っていった方が、まあ、この時期はストレスなく撮れますね。でまた補足的なことなんですが、まあ、結局このような条件で、まあ、F16 まで絞ったとしてもモヤで背景のピントわからないんですよね。まあ、なので夏の早朝の時に、まあ、こういう条件だったら、まあ、F11 ぐらいでいいかなっていう感じです。ちなみにちょっとテストで撮ったんですが、まあ、この2枚 F11 と16の写真を、まあ、トリミングして拡大しているんですが、まあ、ほぼわからないですよね。まあ、もちろんですね F16 とかしてがっちり絞った方がいいんですが、まあ、そういう状況じゃなかったら、まあ、先ほども言ったんですけど無理して絞らなくてもいいかなと思います。ただ時間が経って太陽が出てきて背景までしっかりと見えるようになったりとか、まあ、霞が取れて背景の稜線がしっかりと見える状況だったら、まあ、やっぱり風景写真は絞った方がいいので、まあ、夏の作品作りは、まあ、そういったところで F 値を絞るのか絞らないかっていうのを判断しておくといいですね。以上が夏の早朝の F 値についてのお話でした。今後もし写真やカメラにもっと詳しくなりたかったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてインスタのフォローもよろしく。あと北海道の BA で撮影ツアーとかもやってるんで、興味ある人はその下の概要欄からホームページの方もチェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。